日本埼玉県引郡時川町拓路でんぐろは、埼玉県引郡時川町の大技。2011年1月1日現在の人口は608人。郵便番号355-034日、時川町北東部、旧玉川村北東部に位置する。北東で、嵐山町延山、東で、嵐山町、鎌方、南で玉川、西で、五名、北西で、 小川町しもと接する。時川左岸及および、月川がわに位置し、外秩父山地の東園からなる山間地にあたる。北東部には、小田原北条氏の河川延山後継の巨城と伝えられる小倉城市があり、城の北面は、月川の侵食で天然の溶害をなしている。地質的には、約17,500年前に発達した、 デ炭質粘土層である多国デ炭層で知られ、炭水産の軽層化石が多数産出しており、当時は小宅地であったことを裏付けている。地内道元平には、県天然記念物の裏城群落がある。障子は、入り、小倉、生産、長坂、日向、た、菩前田等が挙げられる。また行政区としてはタクロとオグラに分けられている。室町時代末期、 小田原北条氏の家臣園山田代親によって小倉城に寄っており、永六七年、自家親が江戸城に移って、あとはその子後継の居城となった。この小倉城は天正、元記年間に炎山後継によって整備されたが、天正十八年に豊臣秀吉による小田原征伐により松山城が落城した際に共に落城したと伝えられている。江戸期はじめには天領、 慶安2年に一部が、熊野神社の別棟として、大福寺領、元禄9年より、天領軍が旗元、金田氏の治療となった。村高は、武蔵田園墓によれば101国余り、元禄号町では165国余り、天保号町でも165国余り。文政10年に指定された、関東取り締り出役支配下の組合村においては、近隣の村々と共に、 玉川寄せ場組合に属した。用水は天水を貯めて、灌漑を行っていた。また、和紙、小川上の産地としても知られた。1889年の町村静止校により、玉川郷、五名村、日陰村と合併し、拓郎村は玉川村の大あざとなった。さらに2006年玉川村の時川村との新設合併により、時川町の大あざとなった。 2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。町立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道は地内を通っていない。JR 東日本八高線、名里市駅及び東部東上線武蔵嵐山駅にバスの便がある。ありがとうございます。